まず火起こしに使う道具を一通り説明しますね。まず、火打ち金と火打ち石というのがいります。でこの火打ち金というのは炭素鋼といって鉄が切れるような固く精錬した鉄、だからヤスリとか金切り、僕は金切りのノコギリを使います。これがとっても性能がいいです。でこれに火打ち石のはチャート、日本語でケイガンという石なんですけど、まあそこここにケイガンという石はあるんだけど、火打ち石として使うのに最適なやつは硬くて粘りがあって崩れにくいという。このチャートの中でも赤いチャート、鉄分が混ざって赤い色してレンガ色したチャートがそこここにたくさんあるんだけど、そのレンガ色のやつはこう打ってると崩れていくんで壊れやすいわけね。で僕のこの火打ち石は淡路島から来てます。淡路島のある海岸にだけ打ち上がる秘密の場所がありますね。すごい出てる。出方わかった。今の感じを覚えて。ちょっと出てるじゃん。いくよ。おー、出た。おー、すごい、すごい、すごい。失礼する意味が。出た。あー、Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.はい、入っていた。でこれはすぐ蓋をする。よし、じゃあ最後に一発これぐるぐるいってみよう。はい、これは鳥の巣状にこうやってあれして真ん中に入れます、はい、火種を上にして真ん中に入れて、でこっち側で揉めてこうこう持ちます。ここだけを、はい、こっちだけ、はい、こうもうちょっと深く、はい、それで回します。大丈夫ですか？すいません、あの前後ろ前後ろついたらここに入れてね。来たぞ、煙が。本当だ。